半額パセリ、こんなもん 1-2g。 ウェエビ、エビ時に足もぐる。まあ、ちなみにほら足はもう足は引っ張ればこうやって抜けるから、うん、めっちゃ綺麗。終わり。ビフォーアフター、ビフォー、めっちゃ綺麗アフター。これをするとしないじゃ全然違う。だってこれがさ、こんな汚れがさ体の中に入ると思ったらめっちゃ恐ろしくない？そんな汚れてると思ったこともなかったな。あんま力入れてやりすぎると尻尾が切れちゃう。包丁を寝かしてた方がいいよねって。ここ、うん、よし完成。よし完成。セアトはね多分養殖だからないとは思う。餌食べさせんと泥抜きされてることってブラックタイガー特にないかな。ほら本当だね。この開き方はあれを参照してくれたらいいんじゃない？あ、あったね。こいつね。ない。ない。片栗粉長所。よいしょ。片栗粉と料理酒で洗うで入れる。これで一緒に臭みも汚れも取っていきます。トレーに調査していこう。こうやって見てもやっぱり汚れてるんだね。いろんなものが取れた。汚れなのこれ。パセリかな。パセリじゃない。小さじ1、小さじ2、1、2で水気を取って、取ったエビをさっきよりもツヤツヤになったエビを、はい、軽く表面に片栗粉を軽くこう、入れてきます。入れてきます。はい、ああ、もう匂いやばい。やばいね。できるだけ細かめにしてあげた方がいいと思う。移動。はい、そのままフライパンを一回、このフライパン使うからね、このまま拭いて、弱火にしてバリ、バターを入れてください。でここにもうニンニクをすぐ入れてあげる。いいねやばいね、もう幸せや見てるだけで。焦げないように常に回してあげる。でニンニクを細かくしてるからちょっと茶色くなるまでの時間早いから気をつけて。3分の1ぐらいカットします。こいつを使います、果汁として。そんなに混ぜて小さじ3分の1ぐらい入れてください。でレモン果汁、絞ります。ちょっと絞って3分の1個絞ったら戻します。バイバイ。入れちゃいます。美味しくね、これ体に良くて、はい、絡めて。絶対さこの切り方がいいよね。背中を切った方がここに味が入るからさ。確かに。あー美味しそうや、やばい、いい、美味しそう、やばい、やばい、うわ、めっちゃいい匂いした。いただきます。
ね、味噌汁美味しい。味噌汁は脇役じゃないんだよ、メインだ。ちょっとエビっていいかしら。いいよ、これ。いただきます。あー、美味しい。ガーリックシュリンプとはまた全然ちゃう。あ、ちゃうの。しっかりレモン。うわー、これはこれでうまいな。どっちが好きですかって言われても気分って言ってしまうから。あ、そんなに、うん、へー。じゃあちょっといただこうかしら、うん、いただきます。はい、どうぞ。一口で。一口でいきましょう。おいしいやろ。やばー。しっかり、ほんとだね。しっかりレモン。あ、迷うわこれ。やろ、うん、気分やろ。あ、結論どっちもあったらいい。めっちゃおいしいね。うわ、シュリンプと迷うわ。やろ、めっちゃおいしい。おいしい、ほんまに。うまい。やばいね。ガーリックシュリンプ超えることはないだろうと思ってたけど、うん、迷うな。うん、やば、めっちゃレモン、うん、美味しい。ガーリックシュリンプとほんまに同等レベルぐらいにうまい。迷うね、成功やな。成功、これはうまい。これさ、片栗粉とか小麦粉がついてるからか知らんけどさ、めっちゃもうニンニクくっついてんのよ。あー、なるほどね。そう、こうやって乗っける必要なくて、なんかめっちゃくっついてるやろ。見て、めっちゃ切れちゃう。うん、美味しい、ね、美味しい。めっちゃ良い。あ、俺今エビ食べた気でおったけど食べられたんやな、人に、豆に。久々に来ました、俺が目をつぶってしまうやつ。わー、わかる。わかる。うまいな。エビ200円だからさ、そう考えたらすごいやな。200円のエビ買ってきたらこんな美味しいもん作れるわけよ。だって難しい調味料とか使ってないよ。うん。調味料何？言ってごらん。バターと、おニンニクと、おパセリ、うん、とレモン、うん、片栗粉、うん、小麦粉、うん、塩コショウ、うん、油、うん、だけ。醤油。絶対醤油忘れんだろうなって思ってた。これにさ、さらにレモンを絞ったらどうなるんでしょう。このレモン、お勤め品、お勤め品、なんだっけあれ、見切り品とこにあったけどさ、めっちゃ綺麗なレモンだけど。うわ、レモンをかけたらめっちゃさっぱりする。美味しい。うん、けど、あの絞ったレモンだけでいいわ。あの絞る量最高に良かった。最後のうーっていうのが良かったんちゃう。うん、ビールに舞うで、これは。うん、これは作ったらモテるよ。うん、やばい。美味しい。はぁ、エビやばいわ。エビ、もう2パック買えばよかったな。2人前ではないね、これ一人前だね。エビうま。これもっとでかいエビでやったらどうなんかな。ちっちゃい方が美味しいんじゃない。ちっちゃい方が美味しいかな、うん、でもこっちのサイズの方がこれはうまいかも。絶対さ、あの背中開けてる方が美味しいよな、うん、うん、これね。だってめっちゃパセリ入ってるじゃん。そうそうそう、めっちゃいいよこれ。開けることによってこうなります。ほら、わかるかな。ってパセリとかニンニクが入ってるんだよ。勝手に入るよね、その入れたわけじゃなくて、うん、そう、勝手に入る。勝手に入ってるからなんか嫌ね。これさ、どっちかが1個多く食べてるんだよ。そうな、奇数やったもん。11やった。何個食べたかわからん。私もわからん。でも俺が食べようとしたのは取られた。俺なんか食ってんのかな。うん、だからさ、何個食べた。え、2個。あ、じゃあ食べな。ああ、うん、めっちゃレモンいい感じやない。いい、やばいね。食べ、うーん、やばい、おいしい。これで決めよう。トランプで大きい数字が出た方が勝ち。どうする、この間みたいにお互いのはお互いでストップっていう。自分で言う、俺の選んでじゃん。はい、分かった。じゃあストップって言って。ストップ。どっち、こっちかこっち。こっちでいい。うん、数字が大きい方が勝ち。食える。自分のもストップって言っていい。はい、やって、選んで。いい？うん。これにしよう。変える？私変えようかな。やめとく。なし。なしな。うん。ストップ。これ。はい、で、変えなくていいの？いいよ。強いもん、めっちゃ強い。うん、もう11ぐらい。俺が先だ、そこ。いいよ。いくで。うん。エビ対決。ほら。強っ、うん、でも大丈夫、これはもう10以上あるから。これで、うん、
これは行くね、うん、あっいただきます買えんかったがおもろかった、ね、確かに何かしらいつもおもろいじゃん。いいよ食べて、大きいのばっかり食べたし。いや、ちゃんと決めよう、トランプで決めよう、大きい数字を出した方が食える。あーいいねけどね、俺から選ぶわ。じゃあ俺のやつはストップって言って逆に。そう、じゃあ俺が選ぶで、うん、大きい方が食べれんの。そう、数字が大きい方が勝ち。変える？変えへん、変えてもいいよ。俺変えようかな。ストップ入れて。ストップ。これでいい？あら、もう一回ストップ。これな、変える？うん、変えへん。ちなみに俺が変えた数字の前の数字見ていい？微妙。7やった。いくで。うん一緒、結局7 そんなことある。じゃあオープンしてください、せーのあっ買えんかった、よかった、食べる気でいたのに買えんかったら童貞や。こんなにカードある中でさ、4分の2を引いてるってすごない？確かに。だからこれ買えんかったらやっぱそういうことだね。でも買えたからさ、結局。何よ怒ってるやん、ちょっといや、もう一回やってみよう。じゃあいいよ、ないもんだって。じゃあ、はい、ストップって言ってもらえる。そうこれね、じゃあ俺は決めろ、うん、これこれは何なの？ただやるだけ、一緒にやる、うん、せーの。俺めっちゃ強いやん、今日そんなにらまんといてレモンをどんどん噛み込むよ。今さ、レモン美味しいで言ってさ、くれるんじゃなかった絶対そうなってんね、これ。リプレイ、レモンをどんどん噛み込むよ。美味しかった、エビ感動やったね。美味しかった、美味しかった。あ、ね、アイス食べる？カフェラテタイム絶対美味しい。美味しそう。あ、めっちゃカフェラテや。タラララララ。もう結構うまくない今の。見てなかった。画面だけ見とくわ。うん。あ、待って、見てなかった。なんで？もう一回やって。ちょうだい。